はい、今回から1回で動画1本にします。今まで3回分を1本の動画にまとめてたんですけど、やっぱクエスト難しくなって、1回1回が長くなるんで、動画が。なので、今回は37回だけやっていきます。で、結構難しかったですね。で、敵の特徴が、まあ、攻撃自体はそんなになんですけど、呪力吸収やってくるんですよね。それだけでも厄介なんですけど、呪力吸収した時に、こいつの HP も回復するっていう、しかもそこそこ回復するんで、結構大変なんで、一撃で、ブレイクさせてその間に倒すっていう作戦ですね。はい。で、パーティーはこんな感じで、クリアしました。いろいろ3回、4回ぐらいか。4回ぐらいクリアしたんですけど、ま、ほぼたまたまっていうか たまたま吸収されなかっただけっていう。呪力を。で、これが一番安定したんで、まあ、このパーティーでは1回しかクリアしてないんですけど、まあ、やっていこうかなっていう。で、今まで3本まとめてたんですけど、キャラのスキルレベルを見せてくれって言って、一応最後に紹介してたんですけど、まあ、わかりやすいように最後にその辺紹介していきます。パーティー紹介。はい。で、まず、5ターン目までは特に、何もやんないっす。ひたすら攻撃するだけ。で、この1ターン目に学長に攻撃が飛んでくると、学長が必殺技、敵が必殺技打ったらやられちゃうんで、学長の HP が半分ぐらいになってて必殺技食らっちゃうと、学長が撤退しちゃうんで、そこは注意してください。はい。5ターン目から、バフとかかけていきます。はい、OK。一応ね、やっぱ真人強いっすね。真人強いし、まあ、ナナミンの位置を虎杖とかにしたパーティーもやってたんですけど、あんまりでしたね。で、こっから拡張バフ、西宮ちゃん攻撃、あ、真人があんま溜まってないんで、真人は変幻自在で必殺ゲージ回復。で、ナナミンもバフ。で、全員必殺ゲージ溜まった状態で、てか、真人と、ナナミンが必殺技打てる状態で全員生きて、撤退してないことが条件ですね。で、バフ、攻撃、必殺ゲージ回復。もうバフでいいかな、西宮ちゃんも。これで溜まるよね。よし、溜まった。で、ここで、OK。全員生きてるね。で、学長、残滓使ってバフ。西宮ちゃん残滓使ってバフ。で、まあ、ヒットも残滓使って必殺技。ナナミンも残滓使って必殺技。で、さっきクリアした時、全員必殺技ゲージ溜まった状態でこのパターンだったんですけど、念のため、学長とな、西宮ちゃん必殺技打たずに、バフかけてクリアしました。で、ブレイクした後に、学長と西宮ちゃん打ちましたね。はい。で、打ちます。で、真人もう一回、この残滓の、ね、術式アップ残ってるんですよね。で、ナナミンはひたすら攻撃やってましたけど、これで削り切ったんですよね。さっきは。ただ、ナナミンの呪力がもうちょっとあった気がする、さっき。さあ。あ、そっか、時間外労働が入ったからか。で、バフかけて、攻撃。そうか、時間外労働があったから、どん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 。あれ？さっきこれでいけたんだけどな。あら。
ただ、なんでだろう、さっき黒線入ったからかな、ナナミンがクリアできたのかな。で、一応念のため、スタン攻撃できる伏黒を入れといたんですけど、これで勝てないかな、ワンチャン。では教育の時間だ。いけないか。で、次のターン、必殺技の時は吸収やってこないんで、ワンチャンいけないか。もう使っちゃおう。ワンチャンいけないかな、これで。いけんじゃない、これ。で、ここはもう大丈夫なんで、ここはもう、吸収ないんで、必殺技は。全員食らうけど。もうバンバン攻撃していくか。あ、違う。ここで回復すればもう一回スタン、次のターンもスタン打てますね。いけんじゃないこれ。いけんじゃないこれ。よし、いけ。スタンもう一回いける。OK、いけた。なんかまぐれっぽいけど。まあ、いっか。はい。というわけでクリアしました。パーティー紹介いきますか。はい。マヒトと、ナナミンは、そこそこ上げたんですけど、まだまだレベル低いですね。で、学長がレベル109、グレード11、覚醒5、コマンドスキル左から8、10、3、8。で、グレードマックスですね。で、斬死これ。レベル70、上限解放5。で、西宮ちゃん、レベル104、グレード11、覚醒5。で、マックス。で、コマンドスキルが8、9、8、7。で、斬死が、これですね。最近もらえたやつ。レベル70、上限解放5。で、マヒトがレベル99、グレード11、覚醒0、コマンドスキル8888。もうちょっとね、いろんなやつ上げすぎて、覚醒、コマンドスキル上げるやつがなくなってきた。あの中くらいのやつ。で、グレード頑張って上げたんですけど、もう素材がないっすね。マジで。ここまでしか上げれなかった。はい。なのでやっぱレベルもちょっと上げて、グレードもマックスにすれば安定すると思う。うん。で、これですね。斬死は、強敵解雇、上後の、レベル80、上限解放5。規格外使ったんですけど、やっぱ領域展開してからのダメージがなんか低かったなっていうか、これでも一応ブレイクできて、領域展開一発目の攻撃も、術式アップ乗ってるんでっていう感じで、こっちにしたら、クリアできました。で、ナナミンがあんまり、育てれてない。もう今までほとんど使ってなかったんで、レベル83、グレード11、覚醒1。で、コマンドスキル8888。で、あんま、そうだな、グレードももうちょっと上げれば、多分、勝てたんじゃないかな。で、多分、呪力吸収されてましたよね、さっき。ナナミンが。ブレイクした後に、ナナミンのこの攻撃、呪力30消費するやつ、これ連発してたんですよ、僕、さっきクリアした時。それで、削り切れたんで、伏黒が登場する前に。ナナミンやられずに。それでクリアできたんで、なので、やっぱしっかり、もうちょっとレベル上げて、グレードもマックスにして、まあ、人も。で、余裕がある人はスキルレベルももうちょっと上げれば、多分、もうちょっと余裕でクリアできたんじゃないかな。で、斬死がこれですね。で、上限解放3にして、これも上げてますね。で、伏黒、レベル103、グレード11、覚醒5。コマンドスキル3037。はい。うん。これマックスですね。まあ、8ぐらいまでは、そうか、8ぐらいまで上げれますよね。貴重なやつ使わずに。なので、8ぐらいにしても、いけると思う。し、まあ、さっき言ったように、マヒトとナナミンがしっかり育成できていれば、まあ、保険っていう感じで、
牛黒入れてるだけなんで。で、この残滓選んだの良かったっすね。これ選んでなかったらワンチャン、ね、呪力吸収されてた可能性もあるんで。これが、HP と呪力を10回復するっていうので、呪力回復できるために入れてましたね。はい。っていう感じで、今回はこんな感じでした。これがレベル60で、上限解放1。はい。まあ、やっぱ、こういう形でいいかな、動画。やっぱ1本、1回1回のクエストがやっぱ難しくなって動画なくなる可能性あるんで、動画1本で1回っていうスタイルでやっていこうかなって思います。で、こうやってゆっくり紹介できますしね。はい。というわけで今回こういう感じでした。あとあれなんですね。紫の五条と、あと夏油か。乙骨と一緒に出てきた夏油。呪術廻戦0の夏油か。が夜属性なんですよね。まあ、その辺外ではもうちょっと楽なのかなっていう感じかな、やっぱ。キャラがあんまいないんでね。仲い間やー、のマジで座ガチャを引きたい手に入れな。た。フェスゲン来ないかな。虎杖も、バフをかけて、残滓も強いやつ、体術85%アップだっけ、つけたけど、あんまりだったんで、まあ、ナナミンでよかった。やっぱ時間、貯めて必殺技打って時間、いいタイミングで時間外労働でパワーアップするんで、それが良かったですね。はい。というわけで、37回の攻略動画でした。ご視聴ありがとうございました。